震災時に助け合った日本人の気高い精神を世界が称賛をいたしました。日本人の国民性が再び試されていると思います。瓦礫広域処理はその象徴的な課題であります。4月17日、災害廃棄物の処理の取り組みを進めるため、関係する閣僚が集まり、2回目の会合を開きました。災害廃棄物の広域処理の要請を行ったところ、各自治体や関係業界におかれては、真剣にご検討いただき、感謝を伝えたいと思います。野田総理と細野環境大臣は、災害廃棄物の受け入れを表明していない道府県と政令市に対して、検討の要請をしました。その結果、受け入れの方針を示したのは17道府県と5つの政令市。すでに受け入れを実施または表明している自治体と合わせると26都道府県と13政令市になりました。広域処理の取り組みはまだまだ始まったばかり。総理は閣僚会合の前日に開催された国と地方の協議の場でも全国の自治体に協力を呼びかけました。すでに一部の自治体からは前向きなご回答をいただいておりますが、本日改めまして被災地の復旧復興のため地方の皆様に広域処理がさらに進むようご協力をお願いしたいというふうに思います。また今回の会合では災害廃棄物の処理を進めるためのもう一つの柱、再生利用についても議論。被災地の復興に向けた公園や海岸防災林の整備などにおいて再生資材が積極的に活用されるよう技術的な指針の策定などを進めています。さらにセメント業界による受け入れを促進するため災害廃棄物を原燃料とするセメントを公共事業で使用しやすくするよう新たに総合評価方式で加点評価することとしたいと思います。つまり国の公共事業の入札で災害廃棄物を原燃料とする再生セメントを使用する企業には評価点を加算し再生利用を促進しようというもの。こうした取り組みも含め民間企業での受け入れについても促進に向けてさらに要請を行っていきます。復旧復興の大前提である災害廃棄物の処理を進めるため政府一丸となって取り組む必要があります。引き続きより一層のご協力をお願いします。